どうも、しねこです。今回もフリーゲーム、ミミーズ要員やっていきたいと思います。パート13ということでね、一瞬タイトルが出てこなくなりましたが、参っていきましょう。ということで、今回のパートから吐き替えですね。ついに吐き替えに挑戦します。ただ、まあ、薬がね、なくて、ゲームオーバーになっちゃったら、その時点で、実況終了というね、まあ、ルールをね、勝手につけさせていただきましてね、あるね、ストックした新技術あるね。新技術なんか示しようか。栄養剤は持ってないんだよね。栄養剤持ってないので、バイパス、臓器移植。いやー、臓器移植怖いな。リトジュ。トマトジュースをもらえるよう持ってるから。まあ、臓器移植しちゃいましょうか。ゲット。まあ、臓器がどんな効果を示すかわかりませんが。まあ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 。毒感染者。宝箱がね、良さそうですよね。毒感染者やろうか。もう HP 回復どんどん使っちゃえ、みたいな感じなので。25% 以下なら25回復しちゃいましょう。ダメージ入り、毒感染者ダメージ。4は無理。4はダメ。4は何もない。4は何もないんです。もう、やけくそで5回復しちゃう。あれ？あれと、MP の部屋なんだ。MP の部屋なんだね。さあ、残りの差が7ですので、7とか、ちょっと、さあ、3になったぞ。3になったら、3回復のやつが、あるね、絆創膏で3回くれ、オッケー、お金ゲット。あった、あるね。よかったよかった、アイテムですね。釣り取ろうと思ったら、この子もやらないといけないね。ちょ、どこ行くんだ？どこ行くんだ？ミミズくん、どこ行くの？さあ、この子もね、やりましょう。もうこの子が言ってますよ。あれ？これ？すべてを誘った、なんか、もうすべてをね、見たような感じですけど、そうか。1以下じゃないとダメなのね。粉薬とか使っちゃおうか。10回復しちゃうよ。まあ、いっか。お水は今回使わない。ダメージ1受けて、残り16の差ですね。あ、最上級薬草が25回復するな。それでもよかったな。それでもよかったな。それも良かったんじゃないか。 25% 以下は以下ですのでね、25回復したら38になるな。大オーバーだな。これ臓器もらっとこうか。危ない、怖い。臓器は何？あ、7回復なんだ。いいかもね。なんか7回復とかそんなないからね。ただやばいぞ。ただやばい。どうする？ポーション使って、粉薬しようか。ダメージ入るさ、残りの差が19ですね。これ、19だけど、この薬使うと4だな。4が必要だな。これ、ダメージ受けるの待つという手もあるね。3ダメ受けてくれたら4だもんね。ということなので、1。HP が4になったら、4になったら25回復のね、最上級薬草を使っちゃいましょう。どれだ？あ、これね。ダメージ2。3が出てくれたら OK だね。1。2が出てくれたら OK。オーバー。で、この状態はやばいので、3回復しちゃう？1、なんかやばいな。なんかピンポイントで、
ピンポイントであれするのむずいな。農家行く。ダメだ。使うか。さあ、あと4。4は無理。あと7。あ、7。やった。これ臓器結構いいかもしれないな。さなか、まあ、サーガ7とかね、いろいろまあ出てくる場合もありますからね。さあ、これで結構お金貯まったと思ったけど、そうでもなかったですね。あ、つうか、まあ、次のゴール見てないな。次2万とか予定、なんか2万5000とか予定されて2万だったな。2万ですね。2万払えよって言われますね。嫌だ言って。ダメか言って。ゾンビウイルス模写誤入なので、まあ4回復。4か、あれ、むずさ、むずいね。22回復もないんだよね。じゃあ、君だよ。この倍数なったら1000ゴール盗まれるけど、ああ、でも、そうだな、28になったタイミングで使うとかいう手もあるね。28目指すか ?5 の倍数がアウトだね。なので、5の倍数がアウトなので、5の倍数がアウトということなので、今これ使えば、5の倍数じゃない。で、毒感染を、シキャオの痛みで受けます。ということは、使っちゃえ、液ダメージ受ける。さあ、差は16の差。16差。なんか、ま、じゃあもう、ちょっと、飛車購入とか使えないな。臓器、もらっとく?もらっとく?もらっとく?さあ、これで残りが、何歩だ?これ7回復だよね。7回復なので、25回復しちゃうとダメなので、まあ、戦後に進まれてもな、2ダメージ。2ダメージ受けさせて、受けさせての、まあ、これだよね。まあ、お金、まあ、取られる。もう、しょうがない。もう、こうだわ。OK だ。はい。よし。じゃあですね、今回のパート、ここまでにしようかなと思います。さあ、目的金額までね、あと半分ですね。というところで、なんか簡単な感じするね。はい、ということで、次回も生き残れるんでしょうか。ということで、もしの動画、少しでも良かったと思ってくださいましたら、高評価、チャンネルの方もよろしくお願いします。ってことで、また次回でお会いしましょう。ということで、ございました。なんか、最後にツーも早口だな。